おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回紹介するソフトなんですが、このソフトはプレイしたことがある人もしかしたら少ないかもしれません。海外のアーケードゲームが32タイトル収録されたプレイステーション2のソフト、ゲーセン USA ミッドウェイアーケードトレジャーズです。このソフト、アメリカを中心に海外で人気だったアーケードゲームが収録されてるんですが、ファミコンやメガドライブなど日本のハードに移植されてるソフトもたくさんあるので、オリジナル版と比較してどれくらい違うのかなどを特に楽しんでもらえたら嬉しいです。それでは32作品順番にご覧ください。どうぞ。1本目はこちら、720。近未来のストリートが舞台のスケボーを題材にしたゲームで、それぞれ違う種目が楽しめる4つのパークで華麗なスタントを決めるのがゲームの目的となっています。パークに入るにはチケットが必要なんですが、ストリートでスタントを決めたり、パーク内で高得点のスタントを決めたりするとお金がもらえて、一定の金額に達すると自動的にチケットが手に入るんですよ。クォータービュー視点でマップのいろんなところを散策できるというのが、日本のアーケードゲームではあまり見かけなかったので、そういった点でかなり新鮮に感じました。ただやっぱりクォータービュー視点は慣れるまで操作が難しいですね。2本目はこちら、ガントレット。このゲームは割と日本でも有名な気がします。4人のガントレットから1人を選び、モンスターが生息する迷宮を探索していくという見下ろし型視点のアクションゲームです。モンスターの攻撃を受けると体力が低下してゼロになるとゲームオーバーになりますが、攻撃を受けなくても体力は少しずつ減っていくので、落ちている食べ物を取って体力を回復しながら迷宮を探索しないといけないんですよ。アーケード版は4人同時プレイが可能でしたが、 PS2 版もマルチタップを使えば同じように4人同時プレイが可能となっています。ちなみに PC エンジンのダンジョンエクスプローラーはこのゲームをモチーフにしたみたいですね。3本目はこちら、バブルス。プレイヤーは小さな泡を操作してシンク内の汚れや水垢、アリなどを集めて掃除するアクションゲームです。まあ日本ではあまり見ないタイプのゲームですね。画面中央にある排水口が点滅したらステージクリアのチャンスで、排水口に触れると水から上が流れてきてステージクリアとなります。ちなみに操作は左スティックや十字キーを使って移動のみという非常にシンプルなものとなっています。主人公の泡は汚れなどを集めるたびに大きく成長していき、小さな泡の状態では倒せない、まあ、この場合掃除できないと言った方がいいのかな、ブラシや大きなアリも倒せるようになります。4本目はこちら、ペーパーボーイ。アメリカンスタイルの新聞配達を題材にしたアクションゲームで、プレイヤーは主人公のペーパーボーイを操作して自転車に乗りながら顧客の家に新聞配達をしていくというゲームです。ボタンを押すと新聞を家に向かって投げることができるんですが、新聞の数には限りがあるので、なくなる前に道に落ちている新聞の束を取って補給しないといけないんですよ。このゲームに関してはファミコンやメガドライブなどいろんなハードに移植されているので、遊んだことがある人は多いかもしれませんが、アーケード版をプレイしたことがある人は意外と少ないかもしれませんね。5本目はこちら、ヴィンディケーターズ。プレイヤーは SR-88 という戦車を操作して悪のタンジェント帝国を倒すために戦うというストーリーの見下ろし型アクションシューティングです。ゲームは2人同時プレイが可能となっており、ステージ中に落ちているアイテムを取ることによって燃料を回復したり戦車をパワーアップすることができるんですよ。ちなみに燃料切れになってしまうとゲームオーバーとなります。
操作方法がかなり独特で、左スティックで左キャタピラの操作、右スティックで右キャタピラの操作となっているので、慣れるまではまっすぐ進むだけでもかなり大変でした。6本目はこちら、ジャウスト。プレイヤーはダチョウに乗った正義の騎士を操作して悪の騎士を倒していくという画面固定型のアクションゲームです。まあ、一瞬画面を見ただけだとダチョウと分かりにくいかもしれませんね。敵である悪の騎士は上から踏んづけると倒すことができるんですが、倒された時に卵を産むので卵に触れて消さないとまた悪の騎士は復活してしまうんですよ。実はあのバルーンファイトの元になったゲームなんですが、正直バルーンファイトと比べると操作性も悪くて遊びづらいので、いかに任天堂がすごいかというのが分かりました。7本目はこちら、ジャウスト2。先ほど紹介したダチョウの騎士が大活躍するジャウストの続編で、前作から4年後に発売したというだけあってグラフィックが大幅にパワーアップしました。また今作の最大の特徴が、ボタンを押すとダチョウからペガサスに変身できるようになりました。ペガサスは重量があってコントロールしやすくはなるんですが、ただなぜかダチョウの方が空を自由に飛べるんですよ。基本的なゲーム性は前作から大きく変わったわけではないんですが、背景のバリエーションが増えた分前作より楽しいと感じました。ちなみに前作同様、今作も2人同時プレイが可能となっています。8本目はこちら、クラックス。画面の奥から転がってくる色付きのパネルをパドルで受け止めて下に落とし、同じ色のパネルを縦横斜めの3つ以上揃えて消していくパズルゲームです。各ステージにはクリア条件が設定されていて、その条件を満たせばステージクリアとなります。点滅しているパネルは全ての色に対応するワイルドパネルで、うまく使用すればダブル消しや連鎖を狙うこともできるんですよ。このゲームもファミコンや PC エンジン、メガドライブなどいろんなハードに移植されているので、割と馴染みがあるんじゃないでしょうか。私が初めて遊んだのはアーケード版ではなくて PC エンジン版でしたね。9本目はこちら、マーブルマッドネス。プレイヤーは青色の弾を操作して制限時間内にゴールを目指すというゲームで、制限時間内にゴールに到達すれば次のステージに進めるというステージクリア制となっています。画面はクォータービュー視点の立体的なマップになっていて、加速や減速など慎重な操作を求められる場面が非常に多くなっています。ゲームのイメージとしては日本で未発売のソフト、ソニック 3D ブラストに近いような気がしました。ちなみにこのゲーム2人同時プレイも可能なようなので、機会があればやってみたいですね。10本目はこちら、ランパート。パズルゲームとアクションゲームを交互に繰り返しながらゲームを進めていくタワーディフェンスアクションパズルゲームで、それぞれのシナリオで設定された目標を達成すればステージクリアとなります。アクションパートでは海上から敵が船で攻めてくるので、プレイヤーはそれを大砲で撃ち落としていきます。そしてパズルモードではブロックで城を囲んで城壁を完成させていくというルールです。こちらのゲームはファミコン版がコナミから発売されているので、そちらで遊んだ人も多いかもしれません。私も当時プレイしましたが、一人で遊ぶより対戦が面白いゲームだと思います。11本目はこちら、ロードブラスターズ。近未来の世界を舞台に武装されたスポーツカーを操作してマシンガンで敵車や砲台を倒しながら、燃料がなくなる前に
ゴールを目指すという内容です。レース中、味方の飛行機がアイテムを落とすので、そのアイテムを取るとパワーアップすることができます。まあ対等の SCI と近いゲーム性といえば分かりやすいでしょうか。日本だとメガドライブに移植されているので、そちらでプレイした人もいるかもしれませんね。正直私はメガドライブオリジナルソフトだとずっと思ってました。11本目はこちら、ロボトロン2084。人類とロボットが未来をかけて壮絶なバトルをする画面固定型のアクションシューティングで、画面内のロボットを全て倒せばステージクリアとなります。ステージ中にはロボット以外に人間もいるので、救出すると得点が入ります。触れるとミスになる障害物は敵のロボットも触れてしまうと消滅するので、ロボットをうまく誘導して倒すのも攻略のポイントとなってるんですよ。グラフィックに関しては正直かなりシンプルなので、古いゲームなのかなと思ったら1982年と意外と新しいんですよ。キャラクターがチカチカして見づらいので、個人的にはちょっと遊びづらいかなと思いました。13本目はこちら、サターンズホロー。日本語に訳すと悪魔の谷というちょっと怖いタイトルなんですが、襲いかかるガーゴイルやサタンヘッドと戦うという画面固定型のシューティングです。敵を倒すたびに画面左に橋のパーツが出現するので、画面右にある火の川に一つずつ設置していき、橋が完成すればサタンと対決することができます。ゲーム内容でいうとスペースインベーダーやギャラガと同じタイプの作品ですが、グラフィックはこちらの方がかなり綺麗ですね。バリアーが使えるなどオリジナリティもあるので、なかなか楽しかったです。14本目はこちら、スプラット。画面の上にある機械からベルトに乗って落ちてくる食べ物をキャッチして敵に投げつける画面固定型のアクションゲームで、キャッチした食べ物を相手に2回当てることができれば倒すことができます。もちろん敵も食べ物をキャッチしてこちらに投げてくるんですが、なぜか食べ物が当たると頭と胴体が離れてしまうんですよ。このあたりなんかは独特の世界観ですよね。ステージが進んでも画面に大きな変化があるわけではないので、若干飽きるのは早いかなと思いましたが、ただ2人同時プレイは可能なので、友達と遊ぶと盛り上がるかもしれません。15本目はこちら、スパイハンター。アメリカで大人気のカーアクションシリーズ第1弾のソフトで、アメリカのフリーウェイを舞台にショットを搭載した車を操作して敵の車を攻撃しながらゴールを目指すというゲームです。単純に敵を倒しながらレースを進めていくというだけでなく、レース中味方のトラックが後方から近づいてきたらギアをハイにして乗り込むことでスペシャルウェポンを手に入れてパワーアップすることもできるんですよ。ゲームそのものは面白いと思いましたが、難易度を変えずにプレイするとかなり難しいと思ったので、難易度を下げて遊んだ方が楽しめるような気がします。16本目はこちら、スーパースプリント。ラジコンを操作しているような感覚で遊べる F1 を題材にした画面固定型のレースゲームで、こちらも海外では非常に人気が高いシリーズのようです。コースは全部で8つ用意されており、レース中に出現するレンチを3つ集めるとマシンをパワーアップすることもできるんですよ。このタイプのゲームでレース中アイテムでパワーアップするのは珍しいですよね。
子供の頃に見ていたテレビ番組 RC カーグランプリを彷彿させるような内容はなかなか面白いんですが、スピードがかなり速いのでラジコン操作に慣れてても難しいとは思います。17本目はこちら、ルートビアタッパー。お店にやってくる喉が渇いたお客様にルートビアを差し出していくという内容のアクションゲームで、各ステージごとのノルマを達成すればステージクリアとなります。また各ステージの終了後にはボーナスラウンドが行われ、6つの缶の中から回答が動かさなかった缶を選ぶことができれば得点が入ります。ステージはカウボーイがいるウエスタンサルーンの他に、アスリートがいるスポーツバーやパンクロッカーがいるバー、エイリアンがいるバーなど、非常にバラエティ豊かな内容となっています。18本目はこちら、トゥービーン。浮き輪一つで行うワイルドな川下りを題材にしたアクションゲームで、各ステージに設置された障害物を乗り越えてゴールまでたどり着くのが目的となっています。川に設置してあるフラッグは通過するとボーナス得点が入りますが、ただフラッグにぶつかってしまうとボーナス得点が減ってしまうんですよ。操作が左スティックで左手の操作、右スティックで右手の操作となっているので、このゲームもまっすぐ進むのがかなり大変です。海外のゲームは意外とこういったタイプの操作のゲームが多いみたいですね。19本目はこちら、 APB。 プレイヤーは警察官のボブ巡査となり、パトカーを操作して犯罪者を追いかけるカーアクションゲームです。ちなみに最初のステージはチュートリアルに近い内容となっていますね。そしてステージ2からいよいよゲーム本編が始まります。ゲーム画面はトップビュー視点のコナミのロードファイターに近い内容となっていますが、目的が犯人逮捕なのでそこはゲーム性が大きく違っています。背景のバリエーションが非常に多く、グラフィックも綺麗で遊んでて楽しいんですが、難易度はやはりこのゲームも高いと思いました。なので快適にプレイするなら難易度は下げた方がいいかもしれません。20本目はこちら、アーチライバルズ。 2on2 のバスケットを題材にしたスポーツゲームですが、普通のバスケットとは違い、試合中相手を殴ってもファールにはならない、ある意味何でもありのバカゲーとなっています。ただ基本的なルールは普通のバスケットボールと同じなので、2ポイントシュート、3ポイントシュートを駆使しながら、とにかく相手よりも点を取るのが目的となっています。さらに試合中は様々なカットインが入ってゲームを盛り上げてくれるので、今遊んでもなかなか楽しめるゲームだと思いました。操作方法もシンプルで非常に遊びやすかったです。21本目はこちら、チャンピオンシップスプリント。ラジコン感覚で遊べる F1 を題材にしたレースゲームスーパースプリントの続編で、コースが前作から新しく追加されました。ただ基本的な操作は変わってない上に、グラフィックもそこまで変化はないので、どちらかといえば続編というよりもバージョンアップ版という感じがしますね。ちなみにこのシリーズどうやらファミコンにも移植されてるみたいなので、このゲームをプレイして気に入ったという方はよかったらファミコン版も購入してプレイしてみるのもいいかもしれません。22本目はこちら、サイバーボール2072。近未来の世界を舞台にロボットたちが選手として活躍するアメリカンフットボールを題材にしたスポーツゲームで、
ナムコのサイバーボールと名前や設定は似てますが、全く関係はないみたいです。ルールはもちろん現実のアメリカンフットボールがベースになってますが、多少アレンジが入ってるみたいです。十字キーによる移動以外は全てボタン一つでアクションが可能など、シンプルな操作方法が特徴となってますね。私自身アメフトのルールは基本的なことしか知りませんが、それでもこのゲームはすんなり遊ぶことができました。ただこのゲームもコンピューターが強すぎるので一方的に攻められっぱなしになりましたが、23本目はこちら、ガントレット2。4人同時プレイが可能の人気アクションゲーム、ガントレットの続編で、基本的なゲーム内容は前作をベースにしてますが、グラフィックがさらにパワーアップして、さらに敵モンスターやアイテムが増加しました。もちろんプレイステーション2版も前作と同じくマルチタップを使えば4人同時プレイが可能となっています。まあある意味これがなくなったらガントレットじゃないと言っても過言ではないですからね。ちなみにガントレットの続編に関しては、他にも Nintendo 64や PlayStation 2などいろんなハードで発売してるみたいなので、興味がある方はぜひそちらの方も探してみてください。24本目はこちら、ハードドライビング。ポリゴンで描かれたコースを走るドライブシュミュレーターゲームで、最初にオートマかミッションを選んでプレイすることが可能となっています。キーを回さないとエンジンがかからないなど、非常にこだわったシステムが特徴となってますね。操作性に関しては、普通に走ってるだけでも車体が左右にブレるなど非常に癖が強く、またちょっとしたことでもすぐにスピンしてしまうので、日本のゲームに慣れてると多少ストレスを感じるかもしれません。あとキャッチコピーがスーパーリアルドライブシミュレーターという割には、空中でループする道路が存在してるなど、どちらかといえばリアルとは程遠い世界観のような気がします。25本目はこちら、コズミッククルーザー。プレイヤーは緑色の肌がおしゃれの謎のキャラクタークルーザーを操作して、登場する敵の攻撃を避けながら画面の上部に存在するオレンジ色の UFO にたどり着くのが目的となっています。操作は左スティックによる移動と右スティックによる8方向の攻撃が可能で、さらにボタンを押せば一定時間シールドを貼って無敵になることも可能です。正直オレンジ色の UFO までたどり着くだけなら簡単なんですが、 UFO からトラクタービームが出てる時でないとクリアできないというのが意外と難しいと感じました。あと羽物のパチンコみたいだなとも思いましたね。26本目はこちら、ピットファイター。プレイヤーはプロレスラーのバズ、キックボクサーのタイ、空手家の加藤を操作して、ラスボスであるマスクドウォーリアーを倒すのが目的の対戦格闘ゲームです。最大の特徴は何といっても登場するキャラクターが全て実写取り込みとなっており、一説によるとどうやらこのゲームが格闘ゲーム史上初めて実写取り込みの作品だったようです。ただ対戦格闘ゲームといってもストリートファイター2のような真横からの視点ではなく、ベルスクのように自由にフィールドを歩き回れるので、国内のゲームだと痛快ガンガン行進曲や過激に近いゲームだと思います。27本目はこちら、スパイハンター2。先ほど紹介したアメリカで大人気のカーアクションシリーズ、スパイハンターの続編で、前作は上から見下ろした視点のゲームでしたが、今作は 3D 視点のゲームになりました。敵の攻撃を避けながらゴールを目指すという内容で、前作と比べるとアクションゲームよりもレースゲームとしての要素が強くなったような気がします。また今作では画面を縦に分割して2人同時プレイが可能になりました。
この2人同時プレイが可能になったという要素は嬉しいんですが、残念なのは1人用でも画面が分割した状態で遊ばないといけないんですよ。28本目はこちら、ティンバー。キコリが主人公の画面固定型アクションゲームで、制限時間内にステージごとに決められた規定の数の木を切り倒していくのがゲームの目的となっています。画面の横から現れたクマが投げる巣箱に当たったり、倒れる木にぶつかったりするとミスになります。ちなみに木は左右に切り分けて倒す方向をコントロールすることもできるんですよ。ボーナスステージは巨大な丸太から落ちないように前後に移動するというものなんですが、正直キコリがなぜこのような行動をとっているのかは謎です。まああまり深く考えるようなことでもないのかもしれませんが。29本目はこちら、トータルカーネイジ。悪の帝国クーキスタンを壊滅させるため2人の傭兵が戦うというストーリーの見下ろし型アクションシューティングです。いわゆる戦場の狼タイプのゲームですね。ゲームは通常ショットや火炎攻撃以外にボムを設置することも可能で、敵の出現ポイントを予測して配置すれば攻略も若干ですが楽になります。実はこのゲーム、あのスマッシュ TV の続編なんですが、前作はテレビ番組という設定だったのに対し、今作は戦場が舞台となっているので、正直言われないと全く気づかないと思いました。30本目はこちら、和光。先ほど紹介したコズミッククルーザーと同じシリーズの作品で、主人公のクルーザーを操作して増殖するモンスターを倒す画面固定型のアクションゲームです。ただモンスターは普通に攻撃して倒すことはできず、同じ姿のモンスターを続けて攻撃しないと倒すことができないんですよ。そういった意味で多少パズルゲームの要素があるとも言えますね。難易度に関しては最初の2ステージぐらいは比較的簡単で遊びやすいと思いましたが、ステージ4から一気に難易度が上がるので、そこはやっぱり洋ゲーだなと思いました。31本目はこちら、ゼノフォーブ。スターベースに存在する敵のエイリアンを倒していくことが目的のサイドビュー視点のアクションゲームで、十字キーによる移動と攻撃とジャンプという2ボタン制の割とシンプルな操作方法となっています。最大の特徴が画面を横に3分割した3人同時プレイが可能になっていることなんですが、やはりこのゲームも1人で遊んだ状態でも画面を分割したままなんですよ。おそらくこのゲーム最大の魅力を発揮するのは3人で遊んだ時だと思うので、正直1人で遊んだ時はただ横に移動して戦う単調なゲームだと感じました。32本目はこちら、サイボッツ。悪のロボット軍団を倒すために戦うというストーリーの 3D 視点のアクションシューティングで、視点を切り替えた際のスクロールが非常に滑らかなのが特徴となっていますね。このゲームも画面を縦に分割して2人同時プレイが可能となっていますが、もちろん1人プレイの時も分割した状態のままです。まあこれはもうしょうがないのかもしれませんね。ゲーム内容で言うとドゥームに近いような感じがしましたが、発売はこちらの方がかなり先となっています。やっぱり海外ではこういったゲームの人気が高いのかもしれません。ということで、ここまでは私バッケンがお送りしました。ではでは、バイバーイ。you